M15 は、イギリス海軍の艦艇、M15 級モニターの一隻、沿岸砲撃用として計画された艦である。M15 の手法は9.2インチマーク、X 単装砲で、これは、ドレーク急装甲巡洋艦及びクレッシー、急装甲巡洋艦のために、ストックされていたものを流用したものである。これに加え、12ポンド砲1門と6ポンド対空砲1門を装備していた。 出力800バリー機の3段、膨張式蒸気機関により、最高速度11ノットを発揮した。士官と兵卒合わせて69人が乗り組んだ。M15 は、戦時緊急造船計画の一部として1915年3月に発注され、ハートルプールのウィリアム・グレー造船所で同月に寄港、同年4月28日に浸水、同年6月に竣工した。 M15 は1915年7月にマルタに栄光され、手法を受領した。そこからムドロスへ進出し、以降はスエズ運河防衛に携わった。第3次ガザの戦いで、ガザ沿岸を砲撃した後の1917年11月11日、ディアエルベラに停泊中のところを、ドイツ潜水艦 UC38 の攻撃を受け、同日17時15分に M15 は、 左舷に魚雷を受け、3分で沈没した。26人が戦死した。ありがとうございます。